今両チームの選手たちがピッチへと入場してまいりました。今日は1万人を超えるお客さんが福割には集まるのではないかと言われています。しばらく、コロナ禍で離れていたサポーターの皆さんもぜひ底力を与えてほしいと。ストライカーの役割もできますし、ウイングタイプじゃないのでね、やっぱ得点というところですね。クロス入った。早速ゴヤが詰めていました。なんとか林を抑えましたけれども、この局面、うまくサイドを逆に持っていくとかなりしないとそのまま簡単食らっちゃいますね。松下からいいボールが入っていきます。左サイド斉藤学、斉藤のシュート。まずは持ち味のドリブル突破見せました斉藤学ですね。ここは姿が奪っていきます。仙台加藤千代が前に送っていきます。ホヨンジュンが収めた、さあそのままホヨンジュンシュートまでいけるか。メンデス戻ってきた、シュートへ、ブロックしました。コーナーキック、左から日高が来ました。そして田中和樹、こぼれた、セカンド最後ドゥドゥ触っていますがコーナー取りました。ミキワイド、ドゥドゥを使います。ここから勝負狙ってきた。右ドゥドゥが流れていきました。そしてもう一度田中に預けていきます。田中がクロスを入れていった、ヘディング佐々木だ。また佐々木が触ることができました。本当出が早いですね、あそこのですね。さあ今度は風間に入ります。風間から中に送っていく、ゴヤが折り返す、よく触りました林。さあ左から田中、今は左に田中、右に米倉という形の立ち位置に変わっています千葉。立てつけたミキ、さあここは倒れますがノーファール。ミキが狙ってきた、ここはナイスキーパー、林がセーブをしました。ひっくり返して、さあここは加藤千代、強いで右に流れていく斉藤、斉藤学、切り返した、後ろから入ってシュートはホヨンジュンでした。ブロック決定機でした仙台。ただその前にフラッグが上がっていました、オフサイド。うまくサイド選手がため作って後ろから入ってきた。鎌田のボール中央だ、ヘディング枠を捉えることはできませんでした。ホヨンジュン、またシンプルに蹴ってくるかどうか。ファイナガタヘッド姿でした。あえて後ろから来た姿をめがけていきました。取り切るのではなくてしっかりと取り切るというスタイルが小林監督のもと。今はお、ここは奪った、さあチャンスになる、山田が運んで、いや中島を追い越していくが、オナユジョージだ、オナユジョージ、オナユキーパー、鈴木亮太のファインセーブ。その後メンデスと激突して大丈夫か。これうまく相手のミス誘ってカットインでね、中進入、中央で相手締めさせておいて、もありましたけれども、どこに合わせてくるか。セガタ後ろから突っ込んできていました。も考えるとあと10分近くは時間はあります、はい、姿から長いボール、山田が前取った。さあここは山田から落として、うん、右足狙ってきた、中島元彦、ベガルタサポーターが沸きます。1点返しました。中島の今シーズン6ゴール目、19節の東京ヴェルディ戦以来のゴール。最初の対戦の千葉戦でもゴールを決めていますが、今のシーン、ね、ちょっとやっぱ処理のところ誤って、でもこの横パス、そんないい横パスじゃなかったんですけど、完璧なコントロールから右にも左にも打てるような持ち方から左選んで決めました。